はい、どうもです。買い物大好き親父でございます。今日はね、8月の20日ですね。はい、久しぶりに今回はね、セブンイレブン系、イトーヨーカドー系、ヨークマートに行ってきました。スーパーに、何か買おうっていう決めたわけじゃなくて、何かあれば買ってこようかなと、久しぶりに行くんでね、そういう感じでちょっと行ってきました。まずね、これからいきます。北海道で作った乳製品を使用。あくまで北海道で作った乳製品を使用してますけども、このアイスを作るのは北海道ではないってことかな。製造所大阪になってますからね。これね、1000ミリリットルかな、1000入って3キュッパーです、税抜きでね。以前ね、セブンイレブンのね、サイトを見てた時にね、1000入って3キュッパーだったら安いんじゃないかなと思って、今度行ったら買おうかなと思ってたものの一つでございます。よく食べるね、エッセルスーパーカップ、あれがね200ぐらい入って、最近100円はねなかなか買えない時まで、100円オーバーにはなるんですけど、単純に100円だとしてもね、5個分なので、3キュッパーだったらね、味が美味しければお得なんじゃないかなというところで購入してきました。ちょっとね、後に味見をしようかなと思っております。はい。で、アイスつながりですね。これは確かね、コンビニ限定だと思ったんだよね。昔ながらのフルーツオレ。これとね、もう一個あったね、水色のやつ、あれなんだろうな。あっちが期間限定とかコンビニ限定だったかな。これ160円ぐらいした。これはもうセブンイレブンで買ったから。ちょっと買ってみましたけど、一応ね、今日はこれを食べようと思ってます。はい。で、セブンイレブン系ってことでね。先日食べたさ、和風おろしハンバーグ美味しかったわ。税込みで300円近くするんですけど、5% 引きだったんでね、ヨークマートなんかもやっぱ割引が入ったりするんでね、最近はコンビニも割引してくれるんで、タイミングが合えばね、安く買えるかもしれないんですけど、これもう一回食べてもいいなと思うぐらい美味しかったんでね、ちょっと 5% 引きっていうところで購入してきました。はい。なんとなく安かったんでね、沖縄県産黒糖、マーガリン入り黒糖ロール。これいくらだったかな ?138 円か税込み。で、20円引きぐらいか。ちょっとね、普段買わないんで、コスパがどうかはね、分かってないんですけど、ちょっと20円引きだね。ちょっと買ってみました。で、あとね、ちょっともう我慢できずにね、帰ってね、アイスとかもあったから、とりあえず一回冷凍庫入れて、で、水シャワーをね、真水シャワーを浴びて、しばらくね、お家でまったりしてました。最近ハマってるブルーロックがね、アニメで公式のやつをね、3話ごとね、出してくれるんで、それを見ながらね、ちょっと涼んでました。で、ちょっとね、小腹減ったんで、これをね、ちょっとつまんじゃったわ。久しぶりにセブンの食べたけど、味が美味しいね。これなかなかね、いいんじゃないかなと思います。はい、ピーナッツチョコですね。これ入り数が違うのかな、 67g か。これセブンイレブンでも普通に売ってるんですけどね、128円ぐらいなんですね。これはヨークマートで買うと98円ぐらいで安いんでね、購入してきました。で、これ今日のね、私のブワンご飯でございますね。ブワンご飯でございますね、ヨークマートのヨークデリですね。ね、美味しそうだったっていうのあるんだけど、お値段500円切ってたら安いよね。こういう、なんつうのかな、こういうね、カルビ弁当でさ。で、ちょっと見た目が美味しそうだったんでね、買ってみたわ。今日のね、ご飯ご飯で食べようと思って。あ、もう香りがいいわ。ね、照りがいいもん。照りもいいね。多分ご飯は薄めだと思うんですけど、でもそれなりに入ってる。重量感あるから。だから持った感じで、この値段で、この量なら全然ありじゃないかなというところで購入です。
今日の晩ご飯で食べようと思っております。はい、でちょっとセブンイレブン系のを先にやっちゃおうかな。今日はね、全部セブンイレブンですね。担々麺、うん、これね、味噌のも欲しかったんだけど今日は少なかったな。うん、これ108円です。前は100円でした。今は108円プラス税。担々麺も美味しいのよね。うん、でこれをコンビニで買うと138円とか128円とかそのぐらいだったかな。うん、ヨークマートで買うことによってね、ちょっと安くなってくるので、だイトーヨーカドーとかだったらね、そのぐらいで売ってるかもしれない。うん、とりあえず1個だけ買ったわ。結構ね、カップラーメンコーナーだけじゃなくて違うコーナーにも置いてあったりするんでね、そこに味噌あるかなと思って行ったけどなかった。でこれはね、セブンイレブンのザ・プライス強炭酸水、まあ、炭酸水これ飲んだことあるかな。アイリス大山が作ってんだね、これね。ちょっとこれ飲んでみよう。うん、まあまあだね、うん、最近いろんな強炭酸飲みますけど、まだそんなに冷え切ってないかな。でここ最近出ました、またキャラメルクリームラテね、ボスはね、クラフトボス。ちょっとねパッケージ変わったんでね、うん、新しく感じると思うんですけど、まあこれはね期間限定で定期的に出るやつですね。うん、前回去年買ったのとどこまで変わってるかはちょっと分かってはいないんですけど、まあ美味しいんでね、3本目でございます。はい、でよっこいしょ。もう暑いんで冷ややっこちょっと食べたいなと思って、でセブンイレブンこれのね豆腐美味しいのよね。これ98円ぐらいですね。うん、購入してきました。で、料理酒ね、やっと買ったわ。うん、どうしてもね、みりんとね、この料理酒ね、同時スタートでもね、料理酒の方が先になくなる。これどうなんだろう、私だけかな。あるあるなのかな、ちょっとわかんないですけど。で、ちょっとお土産でいろいろもらった。これ広島のお土産かな。もみじまんじゅう。毎回ね、行くとくれるんでありがたいですね。で、茨城買ったお姉さんにね。あ、納豆なんだけど、梅味って書いてるね。うん、納豆系のうまい棒って食べたことないんだよね。で、これも、あれか、広島のレモンパイパイですね。レモンパイパイです。なぜレモンパイパイかっていうと、もう一個パイがあるからです。レモンパイパイ。で、これはね、富士山サブレ。富士山がサブレになりました。どこのだろうな。まあ、山梨だとか、静岡だとか、そこら辺のどっちかだろうな。で、特納のね、朝日、三ツ矢のね、特納のリンゴね。これパッケージ変わったかな、ひょっとしたらね。うん。前からあるんだけど、大体的にね、これ売ってて、パッケージが変わったような気がしたから、こんなビタミン C 入りとか書いてあったかな。まあ、ちょっと変わったんじゃないかなと思って購入ですね。うん。そして最後、今年初の梨がさ、結構高いね、今年ね。うん。今日もこのヨークマートで見たけど、高かったわ、まだ。これはね、私の会社のお姉さんが梨園でね、毎年手伝うんですけど、お手伝いするのね、うん、で、くれるんだけど、今年初の梨だね。これどっちだろうな。今日8月20日だから、まあ、硬水は終わって、硬水になってるかな。私なんで梨高いのかな。あ、でも硬水かな。うん、ちょっとこれはね、冷蔵庫に入れてちょっと冷やして美味しくいただきたいと思っておりますけど、はい、ってことで以上のね、買い物報告になります。今日の晩御飯はね、こちらと
ああ、でもなー、あと冷ややっこだけじゃな、もうちょっと欲しい感じするけどな。これいっちゃおうかな。食べ過ぎかな。まあ、以上でございます。久しぶりに行ったね、ヨークマート。うん、楽しかった。いろいろね、美味しそうなのあったんですけどもね。またね、タイミング合わせていきたいなと思っております。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。